青森県に暴風警報が発表されました。発表されたのは青森県青森市や弘前市、八戸市、黒石市を中心とした広いエリアです。現在ご覧の市区町村に暴風警報が発表されています。青森県では16日昼過ぎから夜の初め頃まで暴風に警戒してください。実際にリポートも届いております。青森市からです。先ほど暴風警報が発表されましたが、風はそこそこ強い、現在はポツポツ雨が降り続いていますということです。警戒が必要な時間帯としましては、今日の昼過ぎから今日夜初め頃ということで、この後さらに強まってくる可能性もあります。十分ご注意ください。それでは東北エリア、この後の風の予想を見ていきましょう。この後時刻9時から時間を進めて見ていきます。だんだんと沿岸を中心に平均風速が15メートル以上となるようなエリアも出てきます。沿岸だけではなく内陸でも風が強く吹く恐れがあります。夕方から夜の初め頃にかけては風の強い状況が続いていきそうです。この後も引き続き強まる風にはご注意ください。